吉田さん、社長の社ということですけども私はここにねあえてね頭ってものを持ってこようかと思うんですよ頭つまり頭です会社の頭であり私は今一つの家庭の家族の頭をしてるんですよねそうなるとねやっぱり社員がどんなに困っても結局は社長がいるんですよ家族がどんなに困っても最後は親父がいるんですよね でもどうでしょうかね一人前に生きてるようであっても最終的に責任を取るもしくは報告する上司や親方がいると思ったら今どっかでね最終的な責任を取るっていう腹はくくれないんじゃないかなと思うんですよだってねやっぱりこう私はあの誰も頭がいない状態で社長をずっとやってきてましたけども借金が増えていってもねどうしようもないんですよね誰がどうしてくれるのって話ですよでも 部下は経費の伝票いくくらででも持ってくるんですよで家族は電気代や水道代のコストがどのぐらいかかってるか分からずにバンバン使うわけですよだからいくらね社長や親父が節約しても追いつかないですよねだからそこで割り切ることがあるんですよ追いつかないぐらい稼ぐしかないなと、うん、だから使ってるコストが追いかけらんないぐらい遠くに稼ぎを持ってこないといけないなと思ってるんですよでそれが 毎月のコスト以上に利息でで稼ぐっていう感じですかね。それがまあ本当に投資できるってことなんじゃないかなと思いますしビジネスの売り上げが常に毎月の経費を上回るあの遊びの金も含めて、ね、そういうふうにしていくとねなんかいろいろとね意識の分かれるところがあって例えば経営者社長っていうのはどんな遊びも金に変えようと思ってるわけなんですよ。 どんんなな遊びも顧客につなげよようと思ってるわけなんですよ取り返す思想なんですよねだから全部が経費っていう考え方ですけどもでもどうですかね社長以外の従業員っていうのは面白おかしく飲み会打ち上げ、ね、ストレス発散とかブレークオーとかやってるわけでしょ一方的な経費削減と自分の個人的なストレスを解消するために会社のコストを遠慮なく使ってるわけですよ会社の同僚とか上司を遠慮なく使ってるんですよ会社の顧客を遠慮なく使ってるわけですよ まあね、背任罪に属するなと思いますけどねそうなるとで家族も同じだと思うんですよ例えば親父がね一生懸命働いて家族に負担かけないように稼いでくるじゃないですか自分の人生使ってでもそのできた余裕で家族は遊ぶわけですよね <laughs> まあだから包容力が必要になってくるのかなと頭っていうのはねどんだけバカにされても叩かれてもえー、よえー、よええー、よみたいな感じでね微笑ましくにこやかに。 それこそダメージと感じないようにね、かすり傷だよみたいな感じでのほほんと生きるぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますよね。いやー、いろいろありますよね、でもね。いろいろあるけど、やっぱね、この道を選んでよかったなといつも思いますね。自分の人生を選んでよかった。もっと言ったら自分でよかったなと思いますね。どんな時も俺でよかったなと。俺の人生じゃないと俺はやっていけないよと。 逆に言うと俺の人生を乗りこなせるやつは他にはいないなと思いますんでこの、ね、久保哲郎っていう人間と私の意思がうまく合致したもんだなと思いますね今でもね。ベベスストトココンンビビですね自分がっってらっしゃい